つであります。予算に先生に説明がそれぞれですね。今日はまた1時から本会議になります。会期は会期内に閉じるという投資もあるようでありますが、残された期間、どうぞそれぞれの現場でよろしくお願いをいたします。先般、東谷先生のパーティーでございました。ご参加いただきまして、ありがとうございました。またこの間の土日、田所先生にお世話になりまして、茨城は県会議員先生の選挙がずれておるものですから、何か所かお手伝いに行かせていただきました。やはりこういろんな選挙でお世話になって、そのお返しはやはり選挙でするというのは基本だというふうに思っておるところでございます。来年の統一地方選挙もございますので、三田先生方と手分けをしてきちっとしたお返しをして、我が党がさらに盤石なことをしてまいりたいと考えております。後ほど平先生からお話があろうかと思いますが、この間分身ロボットって言ったらいいですかね、その織という織姫で失礼しました。それが実際にこう活動しているところを見学をいたしてまいりました。ひょっとしたら日本を変える技術になるかもしれません。やがて将来的に自分の介護が自分でできるようになる分身ロボットというものであります。障害者雇用の世界が全く変わる、あるいは介護の世界が変わる、どうやって今山下大臣、金山政務官、本当に努力をして外国人労働者の法案を審議中でありますけれども、そのこととも相まっていかにして日本の労働力というものを確保していくか、いろんな知恵を合わせていかなければならないかなと思っております。私どもとしてこの国をリードするような、そういう政策を作っていくべくお力を賜りたいと思います。今週もよろしくお願いいたします。